このシーズンは僕は毎年沖縄に行きまして、これでスターターアンダーギーの油のいったのを食べることにしてるんですけれども、でまあ沖縄といえばスターターアンダーギーの油のいったのやいってないのが売ってるのでおなじみなところですけどこの時期に限ってはですね、プロ野球のキャンプっていうのをやってるんですよ。それで大体こう名古屋でやってるスポーツ番組の、おかげさまで中日ドラゴンズのキャンプの、取材ね、それとあと取材の後オフ、自分のオフとつなげて日本ハムファイターズのキャンプを見に行くみたいな、まあ大体そういうローテーションになってるんですけど、まあ今回ね木金土日、木金が仕事で土日がオフつなげて、これで、行ったんですけど、まあ天気の悪いことときたらゴンドウゴンドウ雨ゴンドウ、昔はね雨の日以外はそのゴンドウっていうピッチャー必ず投げてると、新人で35勝、ね、2年目も35勝ぐらいして、で、まあ、結局肩ぶっ壊れちゃった、そのゴンドウの酷使ぶりをそのゴンドウゴンドウ雨ゴンドウとは言いましたけど、そのゴンドウですらゆったり投げられる感じの肩軽いとゴンドウがね、ゴンドウがまあ本当にあ今のローテってこんな感じで投げられるぐらい、木金土日が雨雨小雨雨雨間超どん天みたいな、そういう天気なんですよ。それで去年もそうだったんですけど、今年もそのオフに関しては僕は中日のチャタンっていうところで取材をやってたのを、今度そのオフになると今度日ハムの方に行くのを自転車で行くっていうのが、去年大層面白かったんで折りたたみの自転車持ってって自転車でと思ったんですけど、まあ天気予報を見たらそういう感じにずっとなってるんで、これは自転車持っていくだけ損だなと思って、自転車持ってかずにその例の17年前に恵方巻き食ってた女がうちに住み着いてるんですよずっと。それで おいとね、前に海苔巻き食ってたの君っつって、それでその君が食ってたやつ今流行ってんねなんつって、それでお前沖縄行きたくねえかと、久々沖縄行きたくねえかと、あさって沖縄来いとあさって沖縄に来たら来て、俺はお前と首里城が見たいと、ね、何でも2月の前半に首里城を見た夫婦は、夫婦がその辺にいる亀の甲羅を無理やり剥がしてもそんなに悲しくねえらしいぞと今後ね、おいでその亀さんに言ったら、じゃあ行くみたいなことを言うわけ。それでなんかそのネットで予約して1日前だと得割何百みたいのあって、で会社の予約してじゃあ頼むぞっつって俺行ったわけ。そしたらこういう時の天気予報って当たるからさ、木金通りを木曜日行ってすぐ練習見ると、で俺はそのとにかく取材で練習を見てるシーンなんていうのはおそらくテレビでは3分ぐらい、昼間練習見ましたで夜インタビューを撮ります、インタビューをしましたみたいなの、メインはインタビューだから、その昼間の練習見てるとこっていうのはそうね、おそらく使って2分3分ぐらいなんですけど、僕はもういつもそれに関しては、4時間見ないとダメですと最低でも4時間見ないと、4、5時間は見せてくれっていうことで、11時ぐらいに始まってでその3時ぐらいに終わって、その後特打ちとか個人練習みたいのもその次のその何ですかインタビューが大体夜ご飯を食べながらだから、それまでの間全部見ますと。変な話1カメでね、無駄にあれですよ言っとくけど、仕事で言ってんですから、ただ見たくて見てるわけじゃないんですよ、ね、カメラ1個で、マトリックスみたいな映像を撮ってくれといろんな角度から見てるのを撮って、なんかわかんないけど異人くるくる回ってるみたいにしてほしいから最低それぐらいはいるっつっていつもずーっと見てるわけだって。さその取材証っていう腕章さえついてればね、こんな俺ちゃんがですよブルペン入るんですよ、ブルペン入って主力投手陣がブルペンキャッチャーに向かってバンバンいい音させてる、そのストレートからカーブから全部見れるわけですよ。こんな二流タレントがですよ、その腕章の力で、いやっていうか腕章の置き場として俺というスタンドが
もう悲しくてやりきれないよ。もう残り1時間半の番組なんかもう無理だよ。もうそういうですよね、感じになるわけですよね。今その悲しくてやりきれないように合わせてね、どうせこれだって長いマイクテストみたいなもんなんでしょ。ミキサーの岡部さんがまだマイク壊れてないかどうかを2時間確認するために俺が何でもいいから喋ればいいんでしょまで行こうと思ったんだけど、沖縄の話をしますね。そのしょげてる場合じゃないからね、本当にね。それでそのいつも長い時間その練習を見るっていうね、でスタッフからしてみたらなんかうるせえなと、ね、スタッフの方もですよ、カメラ回してる振りが大変ですよ。もう変な話ね、ハンディカムみたいな取材用カメラ、ちっちゃい取材用カメラ、オープニングはでっかいので撮って、で各自本いろんな他のスポーツニュースも行っちゃったりするから、俺がそのブルペン見てたりするところは性能はいいけどちょっとハンディカムみたいなちっちゃいカメラで撮ってるの、あれバッテリーついてねえんじゃねえかみたいな、ね、おそらくあれバッテリーついてねえなみたいなのも何度かあるぐらい、まあ要はずっと見てるのが好きなんです。そのだってグランドレベルで見れるってすごいことよ。でもね、一緒にその名古屋の番組のアシスタントをやってる福井美奈ちゃんっていうちょっとぽやっとしたそのホリプロの女の子連れてたんだけど、もう分かんないわけ、もうその感じが全然ね、ね、あれ大人なのに泥がついてるとしか思ってないから。ちげんだよお前、あの人3億円もらってんのに泥ついてんだよっつって、ね、それがすげえ、3億円もらってて泥ついてる人見たことあるかお前っつってね、一応ね、それまあ井端のことなんですけどもね、ふーんなんて言ってるけど、グランドレベルで練習見れるってやっぱすごいわけ。その同じグランドでそのブルペンですぐ横にボール見ちゃうと、なんかこうプロ野球でその例えば山本昌さんとか、あれ135キロぐらいです今マックスのスピード、135キロしかもう出ねえんだなぐらいな感じになるけど、135キロってお前すごいぞお前。いやじゃあさ、自分がさ白線のところに立ってたらさ、そのすぐその白線ギリの車道側を135キロのスーパーカブがフィーンって通ったらどう思う？あのカブ間違いなく改造してんなってまず思うよね。まず思うね。でいて、で50の排気量じゃあれ無理だなとは思うよね。そば寄っちゃうなと思うよね。その後危ないんだよね。おっせえお前、危機に関する感謝が。それでその球を見てるわけなのに、1日目オープニング撮り終わったぐらいでザーッと雨降ってきて、今日の練習は中止ですとその室内練習場でちょっとやる人はいますけど基本練習中止ですみたいなアナウンスですよ。でもうやることがないですよ、ね、やることがないから大体ロケバス待機みたいになってますから、そういうワゴン車の中に待機して、これで表にいる、スタッフが街を歩いているアメリカ軍の人たちにいい女いるよいい女おるよってこう交渉して、で交渉がまとまったら俺はそのバンの中から毛皮一丁で出てきてですよ、ね、これで BGM にですよ、こんな女に誰がしたが流れる、すごい寂しい感じですけど、そのまあやることはもう何もねえから、ロケバスの中でそれはね誰のかわからないサーターアンダーギーを食うぐらいしかもうやることはないわけですよ。それでじゃあとりあえずホテル待機だねみたいな話になって、でホテル帰るでしょ。それでその前にさ4万枚ぐらいあったさ写真がさ、あの時途中経過何万枚ぐらいまで減ったっすか、1万5000枚ぐらいまで減った話したっけ。それをさ一応今事務所の方が63枚まで減らしてくれって言われててそれの仕事を一応持ち込んでて、でなんかサタンダーギーパワーかね、結構こうやってうまくできて、これで夜またインタビュー撮るつって、インタビュー撮るところがそのステーキを食いながらみたいな、ステーキ屋さんで今回撮りました、タイアップが撮れたんでみたいなことになったんだけど、俺沖縄でステーキ食うのが好きなんで、なのにプロ野球選手にインタビューをします、それもちゃんとしたそのテレビで映しても綺麗に映るような一流店でってなっちゃうと、ステーキがちゃんとしててもう最悪だよなんか石垣牛のサーロインみたいな、もう何それっていう、すげえうめえの、ふざけんなっつうの俺に言わせれば、そんなデモのが食いてんだよこっちは、沖縄のその
俺がすごい沖縄行くと必ず行くキャピタルっていうステーキ屋さんがあって、そこはそのアメリカ軍の人がすごい来るところ、アメリカ軍の人がすごい来て食うところで、割とそのサーロインも出んだけど、そこの割と普通のステーキ食うと真っ赤っかな、その割と噛めば噛むほど味があるけどすごい上品じゃないみたいな、で値段も安いみたいな、そのステーキ屋さんで食う、沖縄行くとそのアメリカ肉っていうイメージ俺の中では。そうするとさ、もう石垣牛なんかうますぎるじゃん美味しすぎるし、東京とかでもちゃんと一流店に卸してるあれじゃんか、これじゃねえのにと思いながら、でいてそのここでステーキ食っちゃうと明日そうでもないの食いたいのにと思ってでそうでもないは語弊あるけど、これぞ俺の中で肉っていう、アメリカの肉っていうステーキが食いてえのになんて思いながら、まあその日はインタビューしました。1日目にインタビューしたのが朝倉投手、それから中田投手で、あと浅尾投手、びっくりするぐらいイケメンなのね、マジで。あのね、ダルビッシュとは違う方のあのイケメンなんですよ。今も多分聞いてるドラゴンズファンのその女の子とか、あの浅尾投手は私が先に見つけたんだからみたいな、そんなのやられちゃえば私の方がの男ですあれはみたいな感じですけど、まあ結婚しちゃったんですけど、すげえイケメンで、野球もすごい当然うまい、ドラゴンズのキーを握るピッチャーで、なんかでいて、なんか弱点あってほしいじゃん、もうわかんないけど、すげえ弱点あってほしいと思うんだよね。なんか美味しいものを見ると口元から硫酸出ちゃうみたいなでその上硫酸でお店が少し溶けちゃうみたいな、それで床の下にたまたまいたシガニーウィーバーにジュッてなっちゃうみたいな、それぐらいの弱点があってもいいのに全然ねえわけ。したら話してると結構天然だと。でこれ弱点かなと思ったら、その天然もちょっといい方の、いい方の天然みたいな。で結果結婚相手は高校生の時の同級生みたいな、すげえいい人で。あと嬉しかったのは、朝倉投手に暮れにお会いした時に、あの自分のこう、あの出した伊集院光の DVD の草野球選手権みたいな、草野球を題材にしたやつを渡して、で俺が思ったのは、草野球の自慢の子たちがダブルプレーを取るのがどれぐらい難しいかみたいなやつだから、あの草野球やってる人はすごいわかるけど、野球知らないやつはどうなんだ。したらうちの神さんの友達とかがすげえ面白いってくれて、そっちはクリアできたんだけど、プロ野球選手ダブルプレー取って当たり前じゃんがどうなんだっていう不安はあったんだけど、まあ朝倉投手がすげえ面白いって絶賛してくれて、どうやら川上憲伸メジャーリーガーもう面白いっつってくれてるみたいな。で特にあのセカンドのメガネの子がめちゃめちゃ面白いです、それ高橋君って言うんですけど、あ廃業しましたと、それは残念なお知らせをしたりしながら、まあ1日目ではもうそれだけですよ。サーターアンダーギーね、ね、あ、お食いね、ちょっと写真を整理し、夜インタビューをし、んでおしまいで、2日目金曜日、もう朝からしとしと小雨ですよ。でいてちょっと小雨やんで隙間どん天だと思って、ブルペン行くぞっつったら、ブルペンで山本昌投手、いつもスロー調整で、意外にこの時期は2軍のキャンプで一緒にやってるんですけど、珍しく山本昌投手がもう序盤から普通にピッチング練習やってて、これでいましたよ、山本昌投手のそのピッチング練習をブルペンで受けるブルペンキャッチャーが、まあ1年2年この番組を聞いてる方にはもう地味におなじみのルイス君という、練習生のドミニカ人のルイス君、ドミニカ生まれで一回広島に入って練習生、あの最初は選手目指してたんだけど、練習生として目指してたんだけど、これはどうやら使い物にならんっていうことで、帰れっつったら、帰りたくねえよっつって残ってブルペンキャッチャーになって、そして中日もドミニカ人の選手が入ってくるようになったから、その選手を世にも珍しいブルペンキャッチャーのこう移籍みたいな形で、中日の今ブルペンキャッチャーをやっていて、だからもともとはドミニカ人ですから、スペイン語ですよね、あのフランス、かなりフランスなまりのスペイン語らしいんですよ。スペイン語圏の人でもドミニカ人じゃないとちょっと困るぐらいのスペイン語、フランス語なまりのスペイン語と
生きていくために覚えた広島弁ねのバイリンガルです。のバイリンガルに新たにちょっとミャーミャー言い出したっていう、まあこのルイス君が言って、まあ真面目で一生懸命なんですけど、まあその今も言ったように山本昌投手っていうのはまずそのキャンプでそういう感じでブルペンに入ることないんですよ。完全に仕上げてからいわゆるこう谷繁捕手とか、まあ控えの小田捕手とか、いわゆる試合に出る感じのキャッチャーと今年の俺こんな感じみたいなのの調整をするだけだから、そんな初期にペーペーのですよ、ね、ペーペーのブルペンキャッチャーでやることないんですよ。でそれがすごい早くから仕上げてるから、得意球の新あのスクリューボールっていう、左ピッチャーなかなか投げないんですけど、緩い右ピッチャーのカーブの逆、全く逆の球なんですけど、そういう球がすごい変化球、もうプロ野球界でも135キロしか投げられない山本昌がなぜその未だに勝てるか、ともすれば球威の人のようなやったりするかっていうと、このスクリューボールっていう遅い球とコントロールのコンビネーションがいいからなんですけど、このスクリューボールをルイスが取れねえ取れねえルイスがあーってなりながら、ブルペンキャッチャーのいい人ってとにかくそのグローブキャッ、やっぱブルペンキャッチャーってプロのキャッチャーですから、キャッチングがうまい、要するにストレートをきちんと、そのストレートだろうがそのスライダーだろうがスクリューボールだろうが、球を本当のこうミットのど真ん中で取るから、どんな球でもパーンパーンっていい音がするんですけれども、まあスクリューボールってもともと遅い球なんでパーンと音させるのは相当難しいんですけど、それにしてもボソッとねボソッとかね、エラーしながらビビるから、山本まさに返す球もワンバウンドさせちゃったりして、ボールドロドロだけになっちゃったりして、山本まさに5球目ぐらいで割り変わってくれるルイスみたいなことを言われてるシーンとともに、雨が降ってきて練習が終わりました。僕が見たのはルイスが困ってるところです。でその後雨止むの待ってたら、元、広島の監督の達川さん、すっごいこの人はめちゃめちゃいい人なんですけど、わざわざ僕のそばに来てくれて、あのねあのねっつって、ね、すげえ俺これ食ってけるよ、俺完全食ってけるよ、達川さんが、ペケポン見たよと、ペケポン見たよっていうことと、でもあれやろあれやろ、あんなクイズ答え教わったのやろ、クイズ答え教わったのやろってずっと言ってきて、で俺一流の野球知ってるよギャグで、そんな達川さんデッドボール当たってないのに当たったって言い張る人じゃないんですから、先生堂々とクイズやってますよっていうギャグはそれほど受けず、松村に「嫁さんおらんかいの」って言いながら、まあ達川さんが、向こうに歩いていったが2日目の収穫です。2日だから1日目は俺の DVD を朝倉投手が見てくれたっていうことと、浅尾投手がイケメンだっていうことです。で2日目が、そのルイスがあたふたしててたこととね、ルイスがあたふたしてたことと、それからそうですね、その達川さんがペケポン見てるって言ってくれたことですね。それで夜今度はあれですわ、荒木選手、荒木選手のインタビューをして、荒木選手のインタビューはボケどころないぐらいいい話多かったな、なんか、今年もなんかそのすごい、コンバートみたいなのやってるんですよ、よく相変わらず分かんないんだよね、そのショートとセカンド、そのゴールデングラブを取るみたいな、球界を代表するショートとセカンド、ショート井端、セカンド荒木がいて、それをセカンド井端、ショート荒木にする理由で、去年聞いた時にはまあ慣れみたいなものは人間を向上させないから、より上手くなるためには逆にしたらいいっていうのが一つって言われてて、それを落合監督に聞いたら、あと百何十あるけども、あのお前には理解できないから教えないっていうふうに、ね、落合監督に教えないって言われて、それで今年聞いてももうだけど分かんなくても、今までいろいろコーチとかに教わって分かんなかったことっていっぱいあるけど、分かんないなりにマスターした時に初めてこういうことかって分かるっていう経験もこの年になってくるとしてるので、もはや分からなくても僕はちゃんとショートを完璧にこなせればそれでいいんですみたいな、うわすごいすごいな、あの三遊亭楽太郎からの教えの一つでもそういう形でマスターしてれば何か変わったろうなというようなことを、まあ、おっしゃって、それでもう仕事は全部終わりましたからね、2日終わって、3日目雨、かみさん合流、
で雨が止むか止まねえかしと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 なんだけど、とりあえずそのチャタンってところは1時間ぐらい車でかかる日ハムのグラウンドに、日ハムの様子を見に行きたいからって日ハムのグラウンド行きました。行って俺はその中田、今年こそ、ね、中田がガンガン打つのが見たいと。で中田のそのフリーバッティングだけは見たいから、どうぞその今雨の止んでる間にあのフリーバッティングをやってくれと思いながら祈りながら、そのちょっと降ったりやんだりの中行きました。到着したらまさにバッターボックスに中田ですよ。送りバントの練習をしてましてしかもチンタラ党内連携バント練習ってすごい地味な練習をしてして、で、まあ、まずランナー中田選手がランナーとしてセカンド行って送りバントしてサード走ってみたいな、でローテーションでやってくる、でホームインしたら今度少し休んでバッターボックスでバントするみたいな、まあ地味な練習ですよ。でそれはまあランナーとしてのバッターとしての中田はややチンタラ、ランナーとしての中田は思いっきりチンタラっていう形でやってまして、さらには強めにしたバントをピッチャーが取り損なって、その雨で濡れたボールで滑ってですね、一塁の送球が一塁にかけていく中田のヘルメットに思いっきり当たってヘルメットが真っ二つになってもんどり打つというですね、すげえの見ちゃったなって言ったのと同時に大雨です。収穫はこれだけです。中田選手は無事だったみたいですけど、これで終わりまして、ただですよ、現地に行ってすごく不思議な、まあ沖縄っていうのはその神秘的な島だっていう人もいますよね。僕なんかあの霊感がに関してはほとんどありませんし、そういうことも信じたことなかったんですけど、あの沖縄っていう島で本当にこういうこと体験しちゃうと、なんて言うんだろうな、自分のそういうなんて無神論、そういうオカルトとかに対する懐疑主義みたいのもちょっと揺らいじゃうなっていう出来事をちょっとさせてもらっていいですか。名護から少し先に僕が去年自転車で走った時に見つけた美味しいこうヤギの肉の乗ったヒージャーって、ヤギなんですけど、ヒージャーそばっていう沖縄そばのバリエーションの中の一個です。その沖縄そばの上にヤギの肉が乗っかって、でその上にパイナップルとそれからとマンゴーを15個ぐらい並べて、でそのパインとマンゴーを取り去って味が出ちゃってると困るなと思って一旦処分して、新たな沖縄そばの上にですよ、ヤギの肉を置いてですよね。でその後ウィンクの寂しい熱帯魚を一回歌い終わって、もう一回リピートして歌い終わって、それでこれ冷めちゃったなーっつってで一旦処分して、それでそのまあその沖縄そばの上に、これずっとできますけどやります、もうお許しになった方がお許しになった方がいいんじゃ、心得ております、おやめになります、伊集院さん。でその沖縄そばの上にヤギ肉を置いて、でしかもちょっと薄めの出汁なんです、薄めの出汁を張って、でその上にあれヨモギかな、思いっきりその臭み消しのヨモギと、あと自分でお塩を何つまみかと、あとまあ島ラー油みたいな島唐辛子のラー油ちょっと入れて食べる、これまあめちゃめちゃうまいんです。よく焼肉が嫌いだっていう方いますけど、あと焼肉がすごいお前なんかあれ脇がみたいに匂いしないっていう人いますけど、あのね小栗旬が脇がになったらこんな感じっていう嫌じゃない嫌じゃないっていう、ね、旬くんなら嫌じゃないっていう感じの三浦春馬がね、軽くですよ、三浦春馬が軽い脇がの友達に体操着貸しちゃった後ぐらいの、全然嫌じゃないよ春馬くんならみたいな、そういう感じの癖です、癖がある、ちょっと癖はありますけど、これがうまいんですよ。まあ問題は窓から飼ってるヤギが見えちゃうことにちょっとだけ教習みたいなもんがあるんです。まあそれを去年行きまして、多分去年お店の前俺言ってないですよね、こういう経験をしたっていう話はしたじゃないですか。したらそこのお店の店員の女の子が伊集院さん、完全なタレント扱いなんですよ。実はラジオ聞いたっていう人がものすごい来たと、6人何なんだよ俺のタレントパワーよ、俺の TP は
沖縄ネットされてるよね、沖縄ネットされてるよね。で6人、まあ正確には6、7人ですけど、このね、来てびっくりしたっつってまして、昔々って店です。もう名前言います、タレントパワーを見せつけたいですから。ちゃんと名前を言うことで、おそらくこれね12、3、4人ぐらいにはまあなりますよね。まあ好き嫌いあると思うんですけど、いわゆるザ沖縄そばに比べると、なんだろう、僕だからいろんなランキングがあって、普通の沖縄そばとかはここ、ソーキそばはここっていう中で、このヒージャーそば、ヤギ肉を使ったそばは俺の中ではここなんですよね。そのヤギそば、まあ、食ってほしいんですけど、あ、神秘体験の話なんですよ。そんなことじゃない、俺のタレントパワーがまた一桁だっていう話やねえ。そういうには俺積極的に言ってって、なんかいろんなところでそうパニックになってもらいますもん。そうじゃないとすごい舐められてる。前までなんで、その時の客扱いも、その青森での扱いも、ここでの扱いも、前までは親戚の子だったのが、あの今今度そのタレントパワーを見せつけた後では、そんなに嫌じゃない親戚の子になったぐらいの、前まで嫌な親戚の子がそんなに嫌じゃなくなったぐらいのタレントパワーしか見せてないんで、伊集院が来ることですごい口コミでものすごいことになってるよみたいな、そういうのちょっといただきたい。そうじゃないと俺持たないよ。その2度目にいろんなお店行くときに心が持たねえよ。あのチヤホヤしてほしいんじゃないんだけども、そのなんか変な空気の中で素人扱いがで全然いいんです。逆に言うと素人扱いでいいのに、あいつタレントだなって確認したけど6人ぐらいの客しか来ないタイプなのねっていうのが嫌なだけで、それでね、前に行った時に俺この話しましたかね、そこのお店の看板娘みたいなちょっと太った女の子がいて、この子はすごいいい子なんですよ。なんかすごいテキパキとしてる子で、すごくいい子なんですけど、その厨房に大将がいるんですけど、その大将があの響きの長友にそっくりなんですよ。響きの長友にまあ似てるんですよ。で正確に言うと、響きの長友ってさ、血管とこさ、あのさ、三つ子、元のブス子、ブス子が多分あの小さい子に影響が良くないみたいな変えたんですよ。三つ子のあの変な髪型してるじゃないですか。木村カエラの真似をして久本雅美は変えたら、木村カエラがとっとと金髪に変えたみたいな、あの髪型をしてるじゃないですかね。そのブス子の髪型の、三つ子の髪型の響きの長友を見慣れてるから、その親父が出てくると、うわ響きの長、俺のその時の印象ね、響きの長友そっくりだけど、髪型だけはなんかいわゆるチリチリなんだな、惜しいなと思って、でその後にあの髪型じゃない響きの長友を見たらチリチリだったから、うわって思ったぐらいのにっぷりだったんです。で俺の中には店の名前は実は一回忘れてたんですけど、それは地図で確認したんですけど、響きの長友に似た店っていや分かんだろうぐらいの響きの知名度も相当この1年で上がりましたから、で神さんにも、まあそのお前がヤギ肉苦手かどうかは別として、俺はそこがすごい好きだと、だから連れて行きゃいいんだと、でいて、そのえ首里城明日つって、でその行きますよ、とにかくまずヤギ肉の感がうまい、ヤギヒージャーそばがうまい、それでもう一個響きの長友に親父がすげえ似てる、これで食ったら、あのその看板娘が、あの大将に、伊集院さんまた来てくれたよっつって、伊集院ね、あの客が結構いたから手が離せなかった、伊集院さんまた来てくれて、本当にこれありがとうでラジオで言ってくださってね、6人ぐらいお客さんがね話してるところに大将がでガチャって出てきたら、そんなには似てなかったの。びっくりです。デゲデゲデンデレデレデンデゲデゲデンデレデレデン、そんなに似てなかった。太ってはいて顔は濃かったけど、もう一回言いますよ、そんなには似てなかった。でもヤギ難しいのはさ、その俺はそこのヒージャーそばがすごい好きでさ、でしかもよそでそのヤギ肉食べた時にうわっていうのがあって、でそのうわに比べたらここうめえじゃんってなって割と見直したから、割と他の人とかにそのヒージャーそばヤギうまいんだよって言うとさ、ヤギ俺ダメだわって言われちゃうと、いや俺も最初そうだったんだけど、いい店行く、そこはヤギ裏で飼っててヤギがじーって見てるぐらいのとこだから、ヤギの目ってすげえ怖えよ、言っとくけど、ヤギよくわかんないけど、その黒ヤギさんからお手紙ついた白いヤギさん
たら読まずに食べたみたいなことで、ちょっと本来だったら途中、おいちょっと白井くらい来いよってお前らおかしくねえかみたいな話するべきだと思うけど、あの目で見られたら延々とやればいいんじゃないって思うぐらい、ヤギの目あいつマジでこう哺乳類の目じゃねえよ、ヤギの目本当に蛇っぽいっていうか、黄色い眼球の中に黒いこうなんつうの、わかんなん、もうやばい、想像しただけちょっとブルブル震えるぐらいの、なんかヤギヒゲ先生みたいなそのやつって、いいすごいいいお医者さんがヤギヒゲ先生だけど、絶対あいつ診療点数とかごまかしてる、絶対ヤギヒゲ先生間違いなく。さておきで、その言われるとさ、必ずいや俺も美味しいとこで食ったらうめえんだよってなるんだけど、ちょっと自信がなくなるのは、それでも嫌いってありえるじゃん、だって実際癖はあるから、臭いとかは論外だけど、俺の中でちょっと癖がある方が好きだから、その癖があるそのヤギ肉をうまいうまいって言うけど、やっぱダメな人もいるし、でもっと言うと、ああいうのって気づきだからさ、最初にそのダメだって印象があって、うわこれなんか脇みたいに匂いするっていう頭があっちゃうと、ちょっとの癖ですらそれに反応しちゃう人もいるから、いやもう絶対ダメっていうのにもなっちゃうじゃん。でさらに、そうだよヤギ意外にうまいよ、歯の中にヤギの玉金の刺身とかすげえうめえっていう人いるんだけど、俺それギブアップなんだよね。そのヤギの玉金の刺身も沖縄料理であったけど、ヤギの玉金の刺身はなんだろうね、あのね、ヤギの玉金みてえな味するから、もうなんだろう、あの差みたいのが多分一生ヤギについては分かり合えないけど、これだけは言っとく、ヤギの瞳はすげえ怖いよ俺の中で。蛇の目をした殺人鬼よりもヤギの目をした殺人鬼の方が俺は全然怖いもん。これでさ、そのうちの嫁さんもさ、まあ俺が日ハムファンなのは知ってるからさ、日ハムの練習見たい見たい見たいっつってさ、そのチャタンから名護まで60キロ70キロかな、70キロぐらいの道のりの運転手だってことはまあ分かってんだけど、まあまあしょうがねえわなっつんで行ったらさ、で俺がもう今年一番注目してる選手だよっていう選手のヘルメットが真っ二つになる光景なんか見ちゃってるからさ、そんなテンション上がってないわけで、その後にそのヒージャーそば食って、それうまいっつってくれたんだけど、でこの後どうするっていう、またよだって本来だったら日がない一日日ハムの練習を見てりゃそれで俺いいわけだから、だけどその間時間また雨で練習中止だから空いちゃってるからさ、どうするってなって言ったら、また首里城とか言って、誰が言ったかしいんだけど、俺別に首里城なんか興味ねえよそんなの、もう逆だもんと思って、その島の一番南の方にの一番北の方だから、でそれより俺には大事なことがある、あの写真整理をしてて気づいたんだけど、まあその今度その写真をちょっと出版、軽くね、軽く出版する話が出てきて、それで今までこう撮ってきた写真をとにかく整理してる中で、その1ページに俺が今まで撮ってきたその犬の糞ここでさせないでください特集を、知らないよ読む方の気持ちなんて、俺がしたいからすることだよそれはね、見て何が楽しいのかさあ、俺が楽しいんだそれね、いっぱい並んでると、での中にで、とりあえずもうとにかくいっぱいあるから、とりあえず今回の特集はいろんな部門、家にいる一民間の人が自分家の庭でさせてほしくなくて手書きで書いたもの部門とか、あとは地方自治体、いろんな自治体がその公式に立ててるものとか、いろんなものがある中で、公式に立ててるもの、ね、より手書きじゃないものの中でうんこがちゃんと書かれてるものっていう部門ね。でこれだけで80数枚あるんですね。80数枚あって全部その出版で使う写真がそんなにない中でこんな使うみたいな、それでまあいろいろ分類分けしていって、でまあその載せるやつを、ね、並べていったら、ふと思い出したのが、あれ俺が10年ぐらい前、いや8年ぐらい前に今日みたいに沖縄に来て撮った、うわこれ初めて見たよっていう、割と公式な手書きじゃない、その犬の糞をここでさせないでくださいっていう看板に、僕が今まで見た中では唯一犬を後ろから見てて犬の肛門が書いてある、犬の肛門があるバッテン
ミフィーちゃんのお口みたいな。ミフィーちゃんの口からもうんこ出んですけどね。コーン入りの。まあそのミフィーちゃんの口みたいな肛門が明らかに描かれているイラストがのがあったはずなのに、写真を整理しても一切出てこないわけ。これでそのかみさんに時間も空いた頃だし、それを探しにアナルを探しに行くっていう。沖縄の、沖縄で大体、まあ沖縄でカップルが探すものといえば南十字星かアナルなんですよ基本ね。でいて、まあちょっとこれ犬のアナルを、あのドッグのアナル DA をみんな探さないと、探してとりあえずだって思い出しちゃったんだ。こんなね、あの膨大な量の、でもおそらく捨ててはいないから探そうと思うとまた4万枚からの何かのミスでなくしてるのかわかんないけど、また探すことになるから、だったら取っちゃった方が早いからっていうことで探そうってなって、で俺は多分日ハムの界隈で取ったと思うんだよねと思って、公園の植え込みの中に立ってたはずだからっつうん でまたそのヒージャーそば屋から名護の市営球場の周り行くんだけど、まあないんだよね。こんな感じ、その縦札としてはこんな感じと覚えてんだけど、表回ってみると普通に犬の糞をここでさせないでくれっていうこと、そのメッセージがシンプルに伝わるだけの面白くもなんともないやつですよね。普通のものしか全然ない。雨の中一生懸命探してて、もう一眼レフのカメラが濡れちゃうのが嫌だから、うちのかみさんに、お前俺が撮るときは傘差しかけて、お前は濡れてもいいんだよ、アナルの写真を撮るんだからっつって、まあ一応そのね、一生そのかみさんも横で探させてる状態なわけですよ。全然見つかんなくて、おかしいなあ。あのアナルの看板は若い青春時代の少年の目だけが見せた幻だったのかなみたいなことになって、帰ったらチャタンのホテルの前にあったね普通に、そうか、あの時も中日のキャンプ見てたんだってのを思い出して、中日のキャンプすぐそばにそのアナルのその出てる、犬のその糞の看板あったりとかして、それでまたその夜もやることないから、でさ、何の気なしにまた写真整理始めたらあんまはかどらなくて、で横にバーバーうるせえけど、分かったからさ、明日もうアナルは取れたから、明日その首里城行ってな、首里城にその熟年夫婦が、あの首里城2人で見るとあれらしいよ、あれがアナルらしいよ、アナルからすごくいいらしいよみたいな、今アナルって言葉少し隠れてますけど、ね、そのいいらしい、あそこはね一回行っとかなきゃなんだよって、普通のその本州とかにあるお城とはまた文化が全然違ってね、真っ赤だったりとかして綺麗らしいよなんつって、もう一日雨の中その肛門を探し歩かされたことや、自分より肛門を大事にされたことやですよ、見に行って俺が一番おすすめだよって言ってた中田選手の肛門が真っ二つに割れたことなどで、うちのかみさんはもう相当おかん無理だから、で分かった、今ここで仕事済ませば明日首里城行くからさつって言ってね、おいで仕事取り掛かろうと思ったらあんまはかどらないから、はかどるのには例のサーターアンダーギーがと思って食べたらもうお腹痛くなっちゃってで夜もう気持ち悪いし、もう仕事もはかどらないしになっちゃって、明け方ぐらいになってから、急に写真性なんだろう、あの、ね、単純作業を長い時間やったことある人はわかると思うんですけど、急にペースつかめるとリズムが出来上がるみたいな、これはないこれあるみたいなのが急にエンジンかかって、朝の9時ぐらいのチェックアウトの時間ぐらいになって、11時チェックアウトなんだけど9時ぐらいになったらすげえ写真整理ができ始めちゃって、これでもうそのかみさんに首里城行くっつうか、行ってくれやだろそんなもん、したんだよこっちはそれどこじゃねえんだよつって、であとお前はもうその首里城勝手に見て帰ればいいから、俺はここに延泊すると、とりあえず今このテンションを一切こう邪魔されたくないから、これ以上宝島社の藪下さんに怒られるのももうやばいって話になって、これで行ってこいって交渉してこいと、フロント行って一人だけ延泊するからって交渉してこいって言って、そしたらやっぱりこの季節でもうキャンプ見に来るお客さんがいるから結構ホテル混んでんだよね。これでなんかいろいろあるみたいなんだけど、たまに電話なんか難しい、同じ部屋では難しいらしいよ、そこは気を利かせてなんとか他の部屋移ってもいいから、電話をかけてくるたびに俺はまたテンションが落ちるんじゃないかっつって怖いんだからっつって、これでその嫁さんにその全部任せて延泊できましたっつって、
で11時ぐらいに、じゃあ神様もう出るからっつって、で出るじゃないよって、飛行機のチケットも一旦送らせるとか、そういうのもやんなきゃダメなんだ、明日の昼ぐらいに帰るんだからっつって、でその飛行機も変えて、じゃあ私首里城行くからっつって、その頃大雨降ってきて、これでまた神様半分不適されながら出てって、それで3時ぐらいかな、完全に写真整理の手が止まっちゃったの完全に動かなくなっちゃって、神さん先帰っちゃったんだけども、全然あれもううんともすんともやらなくなっちゃって、っていうかもうやんなっちゃって、でも沖縄もやんなっちゃってそれでホテルのフロントに行って、やっぱり帰りますともう一泊分の料金を払いますけども、やっぱり帰りますで、飛行機の座席変更もう一回もう一回1日前に戻して、それで家に帰ってきて、それで神さんに怒られるというこんな感じ今回の沖縄こんな感じ。